こんばんみ、市村正樹です。小さな恋の歌っていう曲のコード進行が覚えにくい。まあまあちょっとね、簡単そうでいて少しだけ進行のね、こう前後するというか、ちょっと難しいので、どうやってコードを覚えるかっていうのを、今回はベースでお伝えしようと思っています。けども、考え方はギターも同じなんで、今回はベースを使ってベースの弾き方っぽく説明していきますけども、ギターは今から僕が言う数字のコードの3番と6番をマイナーにするだけで一応ギターも弾けます。でも基本的にパワーコードだけ弾いていけばいいので、あんまりマイナーも気にしなくてもいいんだけども。ということで、とりあえずまあ、行ってみましょう。まずね、この曲は B キーといって、4弦の7フレットが B って音。でギターも6弦の7フレットが一番低い音ですよっていう考え方です。で、これ弾いてください。まあまあ、あと2つ弾くなら、この2つなんだけど、それは出てきません。4弦7フレット、9フレット、3弦の6、7、9、11。今は僕が皆さんにお伝えしたからフレット数言ってるんだけども、まあドレミファソラシドじゃなくて、それと同じ音程のの、これを数字で捉えると1、2、3、4、5、6、数字で今から僕はお伝えしていきます。要は3と4の時だけ音が並んでるんですよ。それ以外は1個飛びなんですよ。だから覚えやすい。こうやって何回か 1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6 ってやってればなんとなく分かっちゃうのと、実は2番の音は出てきません。2番を弾かないようにすると1、3、4、5、6、なんとなく沖縄っぽい感じっていうのが出るじゃないですか。で1はもういい加減覚えたと思うんで、逆に言ったら3、4、5、6、3、4、5、6、こっちさえ覚えてしまえば4小節ずつ覚えちゃうだけって感じです。それでは1列目から覚えていくんですけども、最初ってギターで歌っていく最初の2列分というのが、まあまあ最初にベースはガンって1を弾いて、それで広い宇宙の数ある一つってとこが始まるでしょ。それで小さな島のあなたのもとへの A が終わってから5度の音。5度っていうか1、2、3、4、5、さっき言った 5番目の音ね。バーン。これでベーススタートってこと。最初の広い宇宙、ああ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 わかるよね。ね、で、2列目からベースは入ってきます。ギターも一緒で考えてください。いいですか ?1341。これを覚えてください。1341。さっき僕が言った2番出てこないからって言った1341を沖縄っぽい感じのこれ。まあ、今回はあの左手のどの指を運指を使うかはもうほぼ52です、まあ、最初はこう13がいくから最初の1個目だけ中指使った方がいいとは思いますけども、でベースのリズムはまず8個の音を弾いといて、こうやってこれ1と2と3と4とって数えて、1の次の音と4の次の音を空振りします。そうすると全部弾くと1と2と3と4とで1と4の後ろだけ空振りするとこうなるね。タータッカータッカータ、必ず右手はダウンアップの繰り返しで空振りするべきところを空振りしてください。これを怠るとなんかリズムが崩れていっちゃう。全ての音はこうやって
ちゃんと動いているっていう体でさっき言ったところを空振りすれば、右手はちゃんとダウンアップダウンアップをキープしたまんまで左手が動いていく。ってことです。今、1341っていうのを覚えちゃいました。ですね。次、4156。41っていうのは今の繰り返し、後半の繰り返し。4156。いよいよ5と6が出てきましたね。4156で、これをね、僕は今数字で皆さんにお伝えしているけども、で、これまあ度数っていうんだけども、それを覚えるんじゃないんですよ。左手がどうやって動いてるか、この指板上で、こうやってここに三角形がトン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 ってあって、でもう一回トントンがあってからこっち二つ行くよねの、このポジションを覚えちゃうんですよ。これを左手になじませていく。でここでもう三出てこないから、ここは人差し指が行ってもいいし、そのまんま中指で行ってもいいし、どっちでもいいんですよ。で、こっち移動した時に、5の時に今回は人差し指にした方がいい。なんでかっていうと、その後6が薬指が出てくるから。こういうふうに運指は自由だって言いつつも、自分で一番自分がやりやすい運指にしておく。でそれを練習すると、左手がコード進行を覚えちゃうんですよ。これは毎回運指が適当バラバラだと、なんかコードを覚えなきゃいけないになってくわけですよ。でも運指を常に一定のなんかのルールっぽく今の僕で言うと、5と6を人差し指薬指にすることによって、ここの最初のところは、これで1列目を覚えちゃう。もう一個の運指ありますよ。今のは、中指っていうのを続けたんだけど、人差し指にずらすっていう。人差し指。まあこの2パターンのうちどっちかになるかと思うんだけども、それを左手になじます。何回も弾いて。で、今のもうすでに4小節今覚えたんだけど、その4小節がもう一回やりますってことは8小節覚えたも同然。で、その次に響くっていう歌詞のところから3456になります。3456。超簡単。単に3弦が並んでいくだけ。超簡単ですよね。で次だけちょっとめんどくさいんですよ。ここがめんどくさいからね、覚えるの大変なんだけど、次も345に行くんだけど、ここで6に行かずに1と5が1 2 3 4 1 2 3 4っていう風に、ちょっとめんどくさいような感じはするけど、これ345って書いてあるところを6拍だと考えれば、1 2 3 4 5 6って数えると実はやりやすかったりするんだけど、この辺はもうちょっとね、歌に合わせて弾いてた方が覚えやすいです。でそれが1番なんですよ。ですでにもう図に書いちゃってるんだけど、2番になるとここで5151ってのが増えるんですよ。タンタカタカタン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 、1番
版はこの2小節がありません。でもなんとなく6拍あるような感じのところがありますと。で2番は5151っていうのが増えます。ここがややこしい。もともとあれじゃないですか、ベースの人が歌ってて、まあまあ、あの2番はギターの人が歌ってるんだけど、ベースの人が歌っていくところの歌と歌詞とリンクさせて、この辺は覚えていくと本当は弾きやすくなります。はい、はい、次、サビです。今の B メロは3456だったでしょ。サビはこれが順番変わって4563に変わるだけなんですよ。さっきのはこうだったやつが、今度は順番が変わるだけ。1個1個なんか レールがずれたみたいな感じ、タイヤがずれたみたいな。4563なんですよ。で4151、これがもう一回同じのがあります。4 5 6 3 4 1 5 1。でホーラーってところが少し繰り返されるんだけど、そこは今の前半の4563がホーラーのところ。これで1番が終わり。最後は響け恋の歌になる4回目だけ5で止まる。ピタッ、ここで止まる。ほーらーほーらー。これで1番が終了です。で2番に入るときにこう1列増えるというか1列減るというか、ちょっとあのややこしいのがこういう、っていうのが増えます。これで2番があって、で2番の B メロは2小節増えるって言った、さっき言った5151っていうのが2小節増えます。増えちゃうのが覚えにくくはなってるんだけど、逆に言えば歌詞を全部覚えれば割とこういけちゃうんですよ。その辺は、まあまあまあ、ベース弾きながら歌う人だったら歌詞ごと覚えちゃった方がいいってことですよね、で2番はギターの人が歌うからっていう。それで2番が終わって、次は大サビってとこに入るんですよ。大サビっていうのはベースがこういうフレーズを弾いて、それで夢ならばさめぬきで、夢ならばさめないでってのが増えて、っていうのが入ります。これはまあまあ、あの弾いてく順番はサビと同じなんだけど、右手がだんだんとかこう変わっていくっていう。っていうところが増えます。で最後の 5のところの、これは3つ弾いてもいいかな、3つ弾いてもいいかな、2つでもいいし3つでもいい、ほいでサビと同じやつがあと2列分、余分にっていうか、こっからは回数の問題で、4-5-6-3-4-1-5-1 を4回弾いて、それでホーラーになって最後は終わる。一曲丸々の全体の構造を覚えるってことと、そして4小節ごとの
音の移動のコード進行を覚えるっていう、その両方が必要だから、だからちょっとだけ、まあ特に1番と2番が違うし、大サビになるとまた少し違うから、覚えやすいかって言われると出てくるコードは少ないからこそ覚えにくいんですよ。これは構成が難しい。だからもう逆に言えばギターの人も歌詞全部覚えちゃった方が早いとも言えます ね。でもちろん一回は頑張って全編を覚えるんですよ。一生懸命覚えるんですよ。ほんでなんかバンドかなんかでリハーサルスタジオに入ってみんなでせーのーつって練習しましたみたいなことをやって、もう一回家で一生懸命進行を考えるんですよ。一人で練習するんですよ。それしていくと次に2回目のレンタルスタジオに入った時っていうのはもう紙とか譜面とかは見ずに練習するんですよ。もちろんそれは自分が自宅で練習する時も、例えば音源に合わせて弾く時も紙もコード進行も歌詞も見ずに練習するんですよ。そして覚えていくってことは、僕今一回も D シャープとか E とか F シャープとか言ってないじゃないですか。そっちで覚えるんじゃないんですよ。1度、3度、4度、1度、5度。今、いちいちドって言ってるけど、ドはいらないですからね。この指が、ここが、こうやって移動してるよね。その次は、だよね。で、だよね。で、ほーらーは、ほーらーのらーは、絶対にここ。みたいな感覚。ほーらーのらーは、らーってドレミファソラシドのらーじゃなくて、ほーらーのらーは、絶対にここって覚えとくね。ほーらー。じゃねー。